私はナナ、夫と娘のリカ、それから犬のポンタと暮らしている。ママ友もいて毎日楽しく暮らしていたんだけど、最近マミという斜め向かいに住んでるママさんに目をつけられて困ってるんだよね。私は家庭の事情で中卒で働いてたのだけど、それを理由に絡まれるようになったのだ。中卒って今時やばくない？昭和じゃあるまいし、今からでも高校行った方がいいよ。家業を助けるために働くって決めたから。それに今の暮らしに不自由を感じてないし、今さら高校はいいかな。でもさ、高校面白いよ。文化祭とか体育祭とか、楽しいこと何にも知らないで育ったってことでしょ。人生の半分くらい損してると思うんだ。確かに周りが経験してることを知らないってのはあるけど、その分働いて得たものは多いし、今の生活で十分だと思ってるから。ナナさんがいいなら別にいいんだけどさ、もし高校行きたくなったら行ってね。私、子供の進学のために高校のこといろいろ調べてるんだ。教えてあげるからね。うん、わかった。ありがとうね。悪い人ではないんだろうけど、ちょっと言葉にトゲがあるんだよね。でも子供同士は仲がいいし、あんまり波風立てるのもなぁと、私はほどほどに距離を取りつつ付き合うようにしていた。そんな折、夫が旅行に行こうと言い出した。このところ立て込んでいて、お盆も仕事だったから、その分休みがもらえたらしい。秋の連休を使い海外に行くことに。そのことをママ友と話していたら、マミに聞かれたのだ。海外？中卒なのに大丈夫？学歴と海外は関係ないでしょう。マミさん何言ってんの？だって旦那さんも大した学歴じゃないでしょ。せいぜい高卒ぐらい。あんまり無理すると家計に大打撃なんじゃないかなって心配してあげてるのよ。夫は大卒なんだけど。そうよ、ナナさんのご主人噂銀行にお勤めなのよ。だからお金の心配なんてする必要ないの。その時マミの顔が一瞬真っ赤になったような気がした。でもいつもの顔に戻ったから気のせいだったのかな。そうなんだ。てか海外だとポンタ君連れて行けないよね。ねえ、うちのユナがポンタ君と寝てみたいって言ってるんだ。旅行の間預かってあげるよ。でも悪いし、ペットホテルに預ける予定だから。ホテルになんか預けられたらポンタ君寂しくて泣いちゃうよ。ユナとも仲いいし大丈夫だよ。ちょっと家族に相談してみるね。その場はお茶を濁して去った。家族に話したらやっぱりペットホテルに預けることになったって言えばいいだけだもんね。でも話はそう簡単にはいかなかった。なんとマミ、帰宅途中の夫を見つけて、うちが預かってあげますよと言ったのだ。ユナちゃん、いつもポンタの散歩を付き合ってくれるじゃないか。大丈夫だよ、せっかく声かけてくれたんだし、お願いすればいいじゃん。結局連休でペットホテルが満室だったこともあり、マミにお願いすることに。2泊だし大丈夫だよね。でもこの判断が大間違いだったのだ。帰宅し、お土産を持ってマミの家へ向かうと、ポンタどうしたの？なんとポンタがぐったりしているではないか。ナナさん、おかえり。あれ、どうしたのかな。さっきまで元気だったよ。すき焼きもパクパク食べてたし。すき焼き？まさか玉ねぎ食べさせたの？入ってなかったと思うけどな。ちょっと。ポンタを抱き上げ動物病院へ走った。診断の結果、やっぱり玉ねぎ中毒。幸い量が少なかったことと処置が早かったことで命に別状はなく、翌日には元気に走れるようになった。どうして玉ねぎなんか食べさせたの？だからわざとじゃないんだってば。いいお肉が手に入ったからすき焼きをちょっと分けてあげただけ。善意なんだよ。マミはその後、ママ友たちに犬を預かってあげたのに逆ギレされたと言いふらした。そのせいで私は白い目で見られるように。なんでこんな目に遭わなきゃいけないの？ち
中卒の無教養はすぐ怒るから怖いよね。3日も預かってあげたのにお土産がしょぼくてびっくりだったよ。でも高校も大学も行ってないとまともな人付き合いも学べないだろうし仕方ないのかな。マミは仲のいいママ友たちにそんな話をしまくってた。もちろんママ友の大半がマミが悪いと分かってくれたし、私の味方をしてマミに抗議してくれるママさんもいた。だからなんとか立ち直れたのだ。マミもすき焼きなんてありえないよと責められ、少しは反省したのか妙な噂を吹聴することはなくなった。ようやく静かになり落ち着いた頃、夜中にどんどん扉を叩く音に驚き、私は目を覚ました。起きて起きて、ユナを預かってほしいの。どうしたの？うちの親が事故ったらしくてさ、今から旦那と病院に行くの。ユナは明日幼稚園の発表会でしょ。頑張って練習してたから出してあげたいのよ。お願い、預かって幼稚園に送ってちょうだい。あと発表会の録画もよろしく。え、ちょっと。ほぼ押し付けられる形でパジャマ姿のユナちゃんを預けられてしまった。後から来たご主人が、すみません、お願いしますと制服や通園バッグを置いていく。驚いたし今更何よと思ったけど、子供に罪はないからね。それに親が事故って焦る気持ちはわかる。私はユナちゃんを預かることに。翌日無事発表会も終わり、ユナちゃんと娘を連れ帰宅。じゃあお昼にしよっか。オムライスでいいかな。はーい、私オムライス大好き。あれ、でもユナちゃんはアレルギーがあるんだっけ。うん、あるよ。卵食べちゃダメってママが言ってた。そっか、朝は慌ててたからおにぎりだけだったけど、昼はそれだけってわけにはいかないよね。ちょっとママに聞いてみるね。変なものを食べさせてアレルギー反応が出たら大変だ。電話をするとマミは心底迷惑そうな声で出た。何？まだ親の容態が安定してなくて話す気分じゃないんだけど。ごめんね。ユナちゃんのお昼なんだけど、アレルギーが出たら。そこまで話すとマミは急に大声で怒鳴り始めた。あんたまさかアレルゲン食べさせたんじゃないでしょうね。ユナ、ユナ大丈夫？犬に玉ねぎ食べさせたくらいで復讐なんて最低よ。ユナ、ママが今救急車呼んであげるからしっかりして。え、あのアレルギーが出る食材について聞きたかっただけなんだけど、やっぱりポンタに玉ねぎ食べさせたのはわざとだったの？マミの返事はなかった。代わりに電話の向こうで、お前近所で噂になってたのは本当の話だったのかと男性の怒鳴り声が。そばで聞いていたユナちゃんがパパの声だと言うから、どうやらご主人が怒り狂っているようだ。もしもし、マミの夫です。ユナを預かってくれているナナさんですよね。あ、はい、そうです。ワンちゃんのことで大変申し訳ないことをしました。俺もご近所さんが妻がわざと玉ねぎを食べさせたんじゃないかと噂しているのを聞いて半信半疑で、でも今の妻の発言でわざとだって分かりました。本当に申し訳ないことをした。帰ったらすぐお詫びに伺いますので。あ、はい。その後ご主人からユナちゃんのアレルゲンを聞いてご飯を作り、お風呂に入れて寝かしつけました。なんだか事態が飲み込めなくてポカーンとしたままだったけどね。マミのご主人は有言実行、帰宅してすぐ家へ詫びに来てくれた。何でもマミは病院に居合わせた親戚みんなにやったことがバレて大目玉を食らったらしい。ご主人と共にマミも来たけど、ユナ変なもの食べさせられてないと開口一番ユナちゃんのことを心配し、私をにらみつけたものだから怒ったご主人に平手打ちされてたよ。だって中卒のくせに海外とか生意気だったんだもん。ちょっとびっくりさせてやろうと思っただけ。何よ、別に犬が死んだわけじゃないのにそんなに怒らなくたっていいじゃない。結局謝罪はなく、マミは二度目の平手打ちで吹っ飛び、壁で頭を打って昏倒。ご主人に担がれ帰っていった。ご主人はマミの貯金から出させましたと、ポンタの治療費と慰謝料合わせて50万をくれた。マミは逆恨みで何かしてくると思いきや何もなかった。
理由は簡単。離婚になって実家に返品されたからだ。どうやらマミ、私だけじゃなく、ネットでブロガーさんとかに、中卒のくせに低学歴なのに調子乗れなみたいな嫌がらせコメントをしていたらしい。それが元で起訴を起こされ、ご主人が愛想つかしたそうだ。私に慰謝料を払ったせいでマミの貯金はすっからかん。ネットの人たちへの慰謝料を稼ぐため、昼はパート、夜はそっち系のお店で働いていると噂で聞いた。びっくりだったのが、マミ自身も高卒だったこと。学歴コンプレックスというのでしょうか、見下される前に相手を見下してやれみたいなところがあって、それが年々ひどくなって、本当にご迷惑をおかけしました。がっくりと肩を落として謝罪するご主人が痛々しかったよ。ともあれ、いなくなって平和になったからよかったかな。マミの口車に乗って私の悪口を言ってたママさんたちも、ひどいこと言ってごめんと謝ってくれたし、これからはみんな仲良く暮らせるといいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。